アディショナルタイムに突入します。勢いを持って上がってくる、速いボール逆サイド、三永もう一度クロスを入れた、逆転ゴール、加藤が決めた。新加入の加藤、今日2得点。アディショナルタイムに突入したところ、ホームの群馬が逆転に成功します。右サイドからイーノのクロス、折り返したところに加藤が詰めました。イーノのクロス、三永が折り返して最後は加藤というところ。